Bonjour! Online Franzugo Gakko! Ensemble en français, 講師の Vanessa です。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。さっき会議の時に余計な口出しをして怒られてしまいました。今日はこの余計な口出しをするフランス語で何というかご紹介しますね。Mettre son grain de sel. 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 直訳すると、塩の粒を入れるですが、これで余計な口出しをするという意味で使います。面白いですよね。20世紀に入ってからできた新しい表現だそうです。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!